おはようございます。森口でございます。今日もよろしくお願いいたします。今日は8月の8日の火曜日になります。お題がこちら。気をつけろ。CPI の期待、矛盾ありということで話をさせてください。CPI というのは消費者物価指数のことですね。アメリカで10日の木曜日の夜に発表になります。そしてその発表の報道による期待と実際に出ている予想とか あとはデータに関する矛盾を感じたので、ここをご紹介したいなというふうに思っております。最後に指数の売買戦略までしっかりと見ていきますので、ぜひ最後までお付き合いください。ということでこのチャンネルではこういった形で、最新の状況を取り上げた上でのテクニカル分析を、必ず毎朝7時目標で更新をしていきます。なるべく耳だけで聞いてもわかるような形で、なるべくわかりやすい言葉を使って解説を続けていきます。ぜひチャンネル登録お待ちしております。それでは早速昨日の振り返りやっていきましょう。 まずは日本株なんですけども、プラスで終えました。プラス転換して終えました。マイナススタートで割ってほしくない安値ギリギリキープして、しかも3万2000に復帰して終わったと。 いいう形でございます S q 控えていて6月のメジャー S q 値っていうのが3万2000ぐらいですし、まあ、3万2000を割るとこんな感じで上がってくるのでやっぱり3万2000がかなり意識されてるんじゃないかっていう風な意見が非常に多い感じがしましたね、まあ、決算とか材料とかいろいろ出て個別ではやっぱり大きく動いているものが多いです業種別見てみますと昨日は水産農林がトップですねアステラス製薬のおかげで医薬品なんかも上昇しております アメリカ株見ていきましょう。こちらは3時42分時点ですので、終わりには皆さんも確認をとってみてください。アメリカ株も反発という形です。ダウが一番強いですね。1.12%、ナスタック0.37%、S&P0.74% の上昇となっております。欧州株は小幅に高安、まちまちといった展開です。ヒートマップチェックしていきましょう。まず業種別なんですけども、やっぱり緑が多い感じがしますね。ダウに関しましても本当に緑が多い。 でもアップルがちょっと弱いという感じでしょうか。 アップルはね、決算後の下落からちょっとチャートが崩れてしまったかなっていう懸念があるだけに、早めにプラスに戻ってきてほしい。早めにそれを否定するチャートが見たい。そんな風に思いますけどもね、まあそんな簡単にはいかないでしょうね。一方、アルファベットが上昇してます。アマゾンも促進してますね。非常にこれは展開としてはいいかなというふうには思います。日経先物も,もプラス125円ということになってます。今日は円安ですね。142円の45銭といった形です。原油82.14。 ビックス16.15長期金利は4.077ラッセルは小幅に下落ソックスは小幅に上昇日経先物上昇という形です暗号資産も比較的堅調に動いているようですそれでは見ていきましょう報道ではインフレ鈍化基調継続この期待に対する矛盾とは何かということで話をしていきますまさにこの話なんですがアメリカ株が始まった後の日経新聞の見出しをご覧ください ドンフレ鈍化基調続くとの見方が支えということです週内発表の物価指数2つあるんですけどもね消費者物価指数 また、卸売物価指数とか生産者物価指数と呼ばれるものが10日木曜日11日金曜日に発表されていきます。CPI ではインフレ鈍化が続くなんていうふうにね、期待されているということですね。この辺が株価を支えているということなんです。また、寝ごろ感から買いが広がっていたりとか、ニューヨーク連銀のウィリアムズ総裁は、今の利上げサイクルはピークに近いなんだよ、なんでね、そんな話からですね株買いを誘っている面もあるということでございます。で実際に このインフレ鈍化基調が続くとの見方期待というものに対して CPI の予想を見てみると前回を超えてるんですねまた食品エネルギーを除く壊し数に関しましては前回と同じなんですねあれ鈍化するんじゃなかったのっていうふうに僕はまず感じましたそして、えー、この CPI の今後についてもですねだんだん発射台が下がっていくんですね 前年同月比ってことは前年の同じタイミングと比べますとでピークは7月でしたってことで前回がね非常にこう発射台が上がっていく感じだから一番こう下がってやすいタイミングだったんですよねでもこっから先っていうのは発射台自体が下がっていきますからそれと比較するとどうしても上がっていきやすいっていうか下がりにくいっていうかそういう状態にあるということでしたいやいやでもね先行性のあるこの生産者物価指数っていうのがありましてこれは経済の中では川上に位置する するもので先行性があってそれがぐん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 下がってるんだからやっぱり消費者物価指数も下がっていくんじゃないっていう期待に繋がることは分かります。ただ PPI 自体もですね見ていただいてわかるように発射台がこれからどんどん下がっていくんですよねってなるとまあ、予想を見てみますとですね PPI も前回を超える予想にはなっているということです。コア指数はちょっと落ち着いてますけどもね。なのでまあんまり期待を持ちすぎるのは良くないかなっていう程度で。でもだいぶ抑えられていることも事実なのでまあ、どんな風に 市場が受け止めるのかっていうのはね、ぜひ気にしておいてください。で、もう一つだけ懸念点と言いますか、本当に大丈夫かなっていう風うに思っていることがあるんですけども、それは何かっていうと、原油や商品が7月目 めっっっ上上ががたよねねねてていいいう、ね、そんんな形でででございますす WTI 月だけで取るるとこれ結構上がりましたよね。僕らの身近のガソリン価格なんかも結構上がってる感じがしますかね。そして商品指数なんですけども指数化したもので10%ですから単体で見た時にはもっとぐん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 上がってるものとかあったりすると思うんですね。そう考えますと、まあ、7月分のインフレっていうのは、まあ、そこまで鈍化しないんじゃないかなっていう風に思っておいた方が覚悟しておいた方がいいかな、ね といいううふうにも思いますまた先週のね7月の雇用統計の中でも非農業部門雇用者数の増減数っていうのは、まあ、予想を下回るっていう結果ではあったんですが失業率が低いとか平均時給が高いとかねと、えー、ということで賃金インフレなんかもね高止まりが懸念されるみたいなことも表現されてましたので、まあ、そこに関しましてはインフレがすごく鈍化しそうかなーなんていう期待はそんな持ってないと思うんですけどもね、まあ、持ちすぎるのは危険かなとでそれを期待して上がってるんだったらちょっと下がるリスクっていうのを考えとか 行かな,きゃいけないかなといかとうには思いますただし、じゃあ利上げが継続しますか、利上げをどんどんもっとね金利を上げていくんですかってことにもならないかなと、で実際にフェドウォッチのこれ予想を見てますけれども、9月ではやっぱり利上げは停止する、利上げはしないっていう見方の方が86.5%を占めてますし、先週と比べますとやっぱ雇用統計挟んで、よりこっちの方に傾いてはいるんですよね、だから、まあうんどうでしょうね、この変化っていうのもしっかりと見ていきましょうという感じでございます。で実 実際にその後の金利がどうなるかっていうのはしっかりと確認しておきたいところですかね。 金利水準が先週ぐぐぐぐぐっと7月はね上がっていました。やっぱりまあインフレに対する懸念みたいなものもあったのかもしれませんね。でも雇用統計を挟んでぐっと下がりました。非農業部門雇用者数が減少したからでしょうか。で、この後どっちに向くのかまだ高い水準ですので CPI を挟んで PPI を通過してどこに行くのかぜひチェック、注目していただきたいなというふうに思います。そして S&P500 なんですけどもこのようなチャートになってまして直近では高値を超えずに安値を割れそうな そんな形のチャートには見えなくもないかなと思います今日は反発していますが実際に CPI を通過してどっちに向くのか少し怪しい形になってきましたマックリーもデッドクロスが雇用統計前に起こり7月の27日ですねに起こってグーッと下がっていくという形になりましたこれ日銀の、ね、金融政策決定会合の前の報道の日でもあったので、まあ、そこも絡んでいるのかわからないんですけどもと注意して見ていただきたいところかなというふうには思っていますであとは はですね、日本の祝日からんだ日程ですね。 今日が8月の8日の火曜日なんですけども8月の11日の金曜日山の日祝日なんですよねで10日の夜引け後に CPI が発表になりまして11日の夜に PPI が発表になるんですが日本市場に折り込めるのは12も13もお休みですから14日の月曜日からなんですよねまた金曜日がお休みっていうことで S q 日が多分1日前に繰り上げになってるんだと思いますだからここで S q を迎えてでこの辺でちょっと変動を警戒 しながら、そして CPI、PPI を通過したものは14日に織り込んででこの辺ではね決算ピークも来ますからね <laughs> まあ本当に慌ただしいというか個別株で見てるとなかなか大変なんですけどもまあ、こういう日程もぜひ押さえておいていただければなというふうに思いましたということで今日の動画のまとめです米株反発インフレ減速基調への期待感との報道あり本当ということで話をしていったんですけどもまず CPI の予想前回よりも超えてますし CPI の前年期の発射台はこれから下がっていく つまりこれから発表される指標というのは下がりにくいし上がりやすいという状態にはなるということですね。 で先行性のある PPI が下がっているのでこれから消費者物価指数も下がってくるんじゃないっていう見方も確かにあるんですけどもただその PPI 自体の発射台も下がってくるし実際の予想も前回を超えてるんですよねだからまあちょっと期待感に対する注意っていうのは必要なのかなというふうに思いましたそして7月原油が16%商品で10%以上上昇していたし先週雇用統計によって賃金の高止まりも確認していますので、まあ、かといって利上げが確率 上がるかっていうとそうではないとは思うんですけどもまあ、期待感からするとちょっと注意が必要かなというふうに思いましたまたこの重要な経済指標をですね CPI、PPI CP、木 PP、金なんですが金曜日が祝日のため折り込みは月曜日の朝 ということになりそうなんですねそこも含めて日程注意して見ていきたいなというふうに思いますそれでは指数の売買戦略日足の一目金広表マックリを使ってみていきましょうはい日経金株価からいきましょう昨日はですね3万2000円を超えてきたということで3万2000円に白い平行線を引いていますで3万2000円は底堅いかななんていうふうに思うのが SQ 値とかからも確認は取れるんですけどもかといってまあチャートの形状がいいかと言うとどうしても悪くってですね割れるリスクっていうのを警戒しておかなきゃいけないかなというふうには見ております で特に MACD のゼロライン割れですねこれ発生していますのでちょっと警戒は高めで見ていきましょうでも3万2000円が維持されればあやっぱ3万2000円結構強いなという風にも感じることができるんじゃないかなと思いますトピックスに関しましては昨日は基準線まで超えてきたんですねできれば地高スパンとかを超えてきて MACD も横向きもしくは上向きに変わってくるとね強いなと思いますけどもねそしてマザーズ見ていきましょうマザーズも要線を持って転換線は超えたって形ですかねマックのゴールデンクロスなんか まで確認取れれば少し期待感を持ってもいいいいかなとううふうに思いますニューヨークダウ見ていきましょうニューヨークダウしっかりとした陽線になってますねもう今日5時過ぎてますこの撮影結構長く時間かけてしまいまして5時終わりに過ぎてまして1.16%の上昇となりました長い実態の強い陽線という形でマックにもほぼ横向きヒストグラムもね赤い薄い色に変わりましたねサンド P500 見ていきますこちらも陽線でだい大体0.9%の上昇ということになりました 基準線は超えて終わったこと、とてもいいことではありますが、マックリの向きの変化、もうちょっと時間がかかるかもしれないですね。ナスダック見ていきます。0.59%ぐらいの上昇だと思っておいてください。マックリがまだね、このヒストグラム濃い赤色なんですね。なんで一番上昇率にかける、上昇の勢いにかけるかなという形ではありましたが、まあ、やっぱり CPI 通過して何か変わるかどうかっていうのをね、確認してみたいですね。最後ラッセルです。ラッセルもプラテンしてますね。0.08%の上昇となりました。 ただ、こちらは陰線ですね、真っ黒の下向きも続いてますし今日ザラバ安値で直近安値を割り込んでますので、まあ、少し警戒が必要なチャートかなというふうには思います。 はい。ということで今日はですね、インフレの期待、原則期待に対する報道、この矛盾があるんじゃないかっていう話でございました。内容を振り返りして終わっていきましょう。まず、これはアメリカ株が始まった後の日経新聞なんですが、インフレ鈍化基調が続くとの見方が支えということで、CPI は鈍化が続くとの見方が強い。 これで株が支えられててるっっことだったんでですねでも、CPI の予想を見るとそもそも前回超えてますねっていうこととこれから発射台下がってもきますよね下がりにくい、上がりやすいですよねっていうところがちょっと心配なポイントでありますただ先行性の強い PPI っていう生産者物価指数っていうのがあるんですが、まあ、川上の指数がですねこのように下がってきてますからそれは消費者物価指数も落ち着いていきますよねっていう形にはなるとは思うんですがでも冷静に見ると PPI 自体の発射台も下がっていくことを考えますと,ちょっと 待ってというう形になりそうかもしれませんで実際に PPI の予想もです、ね、前回を超えてきているというところですから、まあ,あんまり期待を持ちすぎるのもよくないよねという話ですそして7月なんですが原油相場16.1%商品指数で10%上昇していますまた雇用統計によって賃金の高止まりも確認されていますのでそこは警戒ポイントとして押さえておいてもいいかもしれませんとはいえ FOMC で利上げを継続しますかというとすでに5%を超える水準まで利上げを続けてきた FOMC が利上げをさらに続 続けるっていうことにはならなそうかなっていう形ではあるんですけどもやはり期待が強すぎるとその反動っていうのもありますから注意をして見ていきたいなというふうに思いますで実際にこの CPI を通過した後の金利水準ですね雇用統計のタイミングで少し金利の上昇が落ち着いてはいるんですけども CPI 通過後どうなるのかしっかりと見ていきたいところですまた雇用統計後の動きでこんな感じでグググググっと下がってきた S&P500 なんですけどもちょっとねチャートの形状的には不安がありますのでまあ、これも CPI 通過後 どこにいるのかしっかりと確認をしていきたいです加えまして日本の日程ですね11日金曜日祝日を挟みますなので SQB が繰り上げになったりとかあと CPIPPI の折り込みっていうのは14日の月曜日そして日本には決算ピークも訪れますのでそこはちょっと注意をして見ていきましょうという内容でございましたでは今日もお知らせを入れさせてくださいまずリアルイベントのお知らせです9月1日金曜日19時から20時半豊島区民センター限定50名にて進化したエクセル株投資 という、えー、このプチ講座を開催したいというふうに思ってます。50席限定、もうすでに37名の申し込みが入っておりますので、もしご予定確認中の方は少し急いでいただければと思います。概要欄の URL ぜひチェックしてみてください。また、毎週金曜日更新で分析記事をアップしてます。個別銘柄をとことん分析するマガジン、ノートのマガジン、メンバーシップで更新しております。月額900円、初月は無料、もしくは記事単体でも購入が可能になっておりますので、もしよろしければぜひ一度こちらも概要欄の URL をチェックしてみていただければなというふうに思います。 よろしくお願いします。ということで今日はこんな感じで終わっていきます。今日の中でも何か参考になりましたらグッドマークボタンをまた明日以降もこのような形で朝7時目標で更新をしていきますので明日も聴いていただける方はぜひチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた明日テクニカル分析でお会いしましょう。さようなら。